はい、皆様こんばんは。今週もお疲れ様でした。多分これアップするのが木曜日になっちゃうと思うんですけども、まあ言い訳はまた今度させてもらいます。言い訳だらけの人生です。この振りもこの前振りも2回目だねって話で、くどくないように今週も頑張りますよ。なんでですね、このチャンネルに遊びに来てくれた方とかね、いきなり見てこれ、ね、聞いて何やってんだろうとか、ちょっと知らないけど最近聞いてこれハマってるんだよっていう人、ありがとうございます。ね、ゴールドメンバーの方も嬉しい限りです。いつもありがとうございます。で、メインは猫動画なんですけど、いろんな他のチャンネル様とか遊びに行かせてもらって、面白いなと思ったらコメントしちゃうんですけど、で、なんだろう、コメントくれたから、コメント返さなくちゃみたいなのは、うちでは特にやってないので、その辺はスルーで大丈夫ですって。別に強気な姿勢とかではそういうのでもないんですけども、なんていうかな、なんかあんまりそういうなんていうの、付き合いが多いのも大変かなみたいな。特に別にうちはそういうふうな、緩い感じですかね、感じでやってるので、なんでそんな気持ちでいきたいなと。で、結構私生活の方もですね、それ以上にですね、結構なんかなんていうのかな、単独行動がすごい強いんですよね。だってお前だって一人じゃんって。そうなんですよ。そうなんだけどさ、団体行動だよね。そうそう。団体行動がね、なんか苦手なんですよね。なんかそれ昔からなんですけど、なんていうの？中学校の修学旅行みたいな。なんかそういうのありましたよね。それもなんか3年間に1回あればいいかな、みたいな。そんな感じなんですよ。特に思い出もそんないらねえだろみたいな、なんかそんな人なんですよ。で、これが大人になって拍車がかかってるんですけども、そんな形があって、いろんなところでやっぱそれを感じる時があるんですよ。で、それのちょっと最高峰っていうのがなと思うんですけど、こんな前振りで申し訳ないんですけども、入れ墨を入れますっていうのがある。タトゥーを入れます、入れ墨を入れますみたいな、スタジオって呼ばれてるところに行くんですよ。で、そういう時って、なんかもう、普通の人はそんなことやんないじゃないですか。普通に考えて。だから、ある程度、ちょっと気合が入ってる人たちなのかなって、ちょっと思ってるんですよ。で、いざそこに行ってみると、大体今ね、プライベートスタジオみたいなので、なんかあなただけの空間みたいな、お一人様みたいな、女性はそういう方のがなんかいいのかなとかいろいろ思ったりとかしながらあるんですけども、なんか結構なんていうの、何人も彫り師さんがなんかいて、やるところって、その手術台だっていうのかな、なんかベッドが 2,3 個ポンポンポンと置いてあって、でそこでなんかみんなで一緒に彫ってるっていうのがあるんですけど、女性の方も大変だし、なんか男性も女性が掘ってるとこ当たったったら、ちょっと嫌だなとか思ったりもするんですけど。で、なんかその時に、なんていうか、他のお客さんがいたんですよ。3人組で。多分、名古屋かどっかの人なのかな、方言的に。で、なんていうの？オラオラしてるんですよ。で、特に気にせず、こんにちは、みたいな形でやつだら、なんかうるさいんですよ。もともとそういう、なんか、入れ墨入れますっていう時って、1時間いくらとかなんですよ。そのワンポイントとかじゃなければ。だから、1時間いくら払いますから、そこまでちょっと体に絵を入れてくださいね、みたいな。なんかそういう感じで思っていただければと思うんですけど、説明が下手でごめんなさい。なので、お店の人にとっても、その時間でパッて終わらして、もう帰ってもらいたいっていうのが、多分率直な意見だと思うんですよ。で、その細かい打ち合わせだとかそういうのを抜きにして、その人たち3人グループだったんですよ。で、なんか3人でなんかお話ししてるんですよ。なんか仲良く。堀氏と、なんか3人でみたいな。なんか声うるさいんですよ。何してんだろうとか思いながらも。で、ああでもない、こうでもないみたいな話ずっとしてて。でそしたら、話しかけられたんですよ。で、なんか別に、なんていうの？普通に答えてたんですけど、なんかずっとその話が鳴りやまないんですよ。で、この人何してんだろうかなと思って。で、したら、じゃあそろそろいいですかみたいな形で、一人の人がこう、
こうなんていうのこう掘ってるんですよ、入れ墨入れてもらってるんですよ。で1時間ぐらいしたら帰ったんですよ、終わりなんですよ。であれとか思って、要はあの雑談の方が時間長かったんですよ。でやっぱ今のこの世の中って結構なんていうの時間がすごい貴重だと思ってるんですよ。で、あの、1時間ぐらいで、ちょっとね、まあ、1時間1万円なんですけど、1時間1万円のために、こう、3人の相手するのも大変だな、とか思ったりとかしてて。で、まあ、その人たちっていうのは、あの、なんていうのかな、友達になりたいんですよ、きっと。その、堀内さんとか、俺あの人知ってんだぜ、みたいな。俺あの人とちょっと友達なんだ、みたいな。多分なんかそういう風な形で、で、自分がちょっと痛い思いしたくないとか、自分がちょっとお金払いたくないから、なるべくそうやって周りを巻き込んで、あの、なんだろう、こう、うまく説明できないんですけど、分かってもらえると思うんですけど、あの、こう、顔を売っていくスタイルだと思うんですよ。で、モンスターエナジーとかも、その、堀さん分3本あったんですけど、3本あって、あの、差し入れですみたいな、差し入れが多い世界なんでそうなんですけど、で、へえーとか思って。で毎回毎回なんか、ね、1時間のためにこう送ると来るのに人も友達3人呼んで、でモンスターエナジー代も払って、ね、1万660円払ってなんかこう大変そうだなとか思いながら、とにかくうるせえなとか思いながらも持ってたんですよ。で私的な話で言うと、あのもう取り返しがつかないことやってんだからもう少し男らしくていいんじゃないかなとか思ったりするんですよね。まあ、価値観の違いなんでしょうけど、って、まあ、意外とそんなめめしい人たちもいるんだなってちょっと思ってたりしたんですよ。でこのちょっとごめんなさい、こんな話は本当はしたくなかったんですけども、あの最後にあのこれをオチとしてちゃんと落とすつもりなので、あの聞いてくれてありがとうございました、本日のテーマですね、長らくお待たせいたしました。つまらない前振りしちゃいましたけど、本日のテーマは中学校の恋愛編みたいなね。社会人の恋愛編やって、今がないから高校の時の恋愛編もやって、中学校の時の恋愛もあったので、今日はそのお話なんですけども、全然関係ないとこからいろいろ結びつけてくる、ちょっと面白いことを練ってきたのでお願いします。で、小学校ぐらいからですかね、小学校の高学年ぐらいからなんかちょっと見にくいいじめにあってまして、まあそれはどうでもいいんです。ちょっとそれもあの面白く伝えられたらまた今度やりたいなと思うんですけど、で中学校1年生に上がってなんか変わるのかなみたいな、なんか自分のまた世界が変わるのかなと思ったら、基本的にそんな変わらないですよ大体みんな一緒に上がってっから、私立とかちゃんと行くような家庭の人を除けちゃえば、あのみんなそういう風な人たちが残るとこだから、あんま世界が変わらなかったんです。でもなんかクラス替えとか、なんかあの私たち学ランだったんですけど、なんかちょっとあれかなみたいな、まあ親が舞い上がってるだけっていうのももちろんあるんですけど、なんかいろいろそんなこともあって、まあいっかと思って、でなんか同級生の中では結構あの点でいまいちだったんですけども、なんかもう少し先輩との距離が近くなったので、あの仲のいい先輩とか行ったんですよ。でなんかあの結構毎晩遊んでる先輩が一人いて、もう全然私サッカー部だったんですけど、その人バスケットボール部だったんです。あの全然関係ないんですけど、接点全くないんですけど、いろいろ行って、で部活終わってトップゲーセン行こうぜみたいな感じで、そしたら結構なんかあのお小遣いとかくれるし、あの当時セブンイレブンで100円のパン食べてたんですけど、その先輩やっぱなんかね、あの家庭が複雑だったもだと思うんですけど、200円300円とかのサンドイッチとかを買ってくれるんですよ。ブリトーとかも買ってくれたんで、こいつはいいと思って付き合ってたんですよそんな風な世界を生きてて、なんかそれが楽しかったんですよ。でその時にあの向こうのが1校上なんで、中学校2年生で僕が中学校1年生だったんで、やっぱその中学校の1年間でちょっと思春期の1年間の壁みたいなのがすごい多かったんですよ。大きかったんですよ。で、なんか、ブリトーを買ってもらって、もぐもぐ食べてたんですよ。それをもう一個買ってくれたんですよ。ああ、嬉しいなって。今日どうしたんだろうみたいな話した。それさ、トッピさ、みたいな。どうしたのって。なんか気になってる、なんか女の人でなんか最近気になってることとかないみたいな話になったんです。
あの中学校 の, あの校門の前で座って食べてたんですけど、そしたらなんか最近座ってるチュンリーあれどうやって倒していいか分かんねえんだよみたいな、あれ絶対ずりーと思うんだよみたいな話したら、いやとっぴそういう話じゃなくて、なんかあの好きな人がいないのお前はって言って、お前はゲームばっかやってるけど好きな人はいないのかみたいな話になったんですよ。で、あブリトーを2つ買ってくれたのはこの話のためかと思って、まあ付き合ってやるかみたいな感じで思ってたんですよ。やっぱこう義理がないところも私はありますのでそしたらとりあえず話になって、こういう場合になって、でその先輩は、先輩ですよ、パイセンはソフトボール部のキャプテンが好きだみたいな話になったんですよ。ねえみたいな話になって、で中学校の時ってやっぱなんかなんていうの、そういう 花形色みたいなのがあるんですよ。ありましたよね。でうちはソフトボールのキャプテンがなんか異様にモテるっていう、なんかそういうのがあったんですよ。でそれと付き合える人はなんかこう貴族みたいな位が高い人みたいな感じ、ちょっとへーって思って、で俺でいけるかなみたいな話してるんですよ。で待って知らねえよとか思いながら、もうブリトーのチーズっていうかハム&チーズが買ってくれたから、あ大丈夫っしょみたいな、いけるっしょみたいな話になったんですよ。でありがとう聞いてくれてみたいなのがしばらく続いたんですよ。でまたその話になって、今日ブリトーが、ブリトーを買ってくれないなとか思いながら、校門の、日中の校門の前で喋ってたんですよ。そしたら、また告白しようって話になったんですよ。ああ、はいはいはい。ああ、告白したらいいんじゃないですかみたいな話になって。あそうなんだ。じゃあ、突飛お前告白しろよみたいな話になったんですよ。で、いいから、俺別にあの、その、ソフトボール部のキャプテン好きじゃないし、みたいな。できたら同年代がいいし、みたいな。チェリーボーイの考え方になってるんです。で、そうじゃなくて、みたいな。お前もなんか好きな人に告白しろよ、みたいな話。お前がしたら俺もするから、みたいな。まあ、ジャイアンスタイルですよね。そういうのがあって。誰かいないのみたいな話になって。いないっしょ、だって。俺だっていじめられてるし、基本相手にされないでしょ、そんな人は、みたいな気持ちになって。いいが誰かいないのって話になって。どうしようかな、とか思って。しつこいな、とか思って。それで見えはって、あの隣の席になってるんです。最近クラス替えして新しいクラスになって、隣になった女の人のがあのリエさんっていう名前だったんですよ。ちょっとそれしか覚えてないんですけども、で、あリエさん俺好きかもしれないみたいな話になったんですよ。えなんでって話になって、そしたら俺宮沢リエがすげえ好きじゃんみたいな話になって、だからなんか一緒じゃん名前みたいな、そのえみたいな話になってるんですよ。さえって言ってるから「え他にないの？」って言うから、ああ何かこの間プリント忘れた時なんか見させてくれたねみたいな、あ優しいあの人みたいな、俺で喋ってくれたよみたいな、よいしょ他にないのみたいな話してて、そんなもんでしょ人のこと好きになるのってみたいな感じだったんですよ。で分かったみたいな話になって、何か作戦を練ろうみたいな話になったんですよ。であのいついつこういう風な感じでこうなんかあーだこうでもねみたいな話したら、もうちょっと寒いし、あのもういいよみたいな話になって、いいよ俺告白するよみたいな話になったんですよ。なんかそういう話になったんですよ。もういいよいいよって、ブリトーばっかおごってもらうのも悪いから、いや今日告白するよみたいな感じ。だから当時私の時代って連絡帳みたいなのがあったんですよ。でちょっと携帯とかも全くなかったんで、あの家電だったんですよ。家電のなんていうのこうどうなんかありましたよね、こう連絡なんか山梨県南アルプス市何番みたいな感じ書いてあったりとかするんです。でそこに、ここに電話したら次の人に回してくださいねみたいな海南番みたいな電話番みたいなのがあって、そこにみんなの個人情報がバッて書き込まれてる時代だったんですよ。でそこに行って、リエさんリエさんリエさんあったあったみたいな形で行って、でもすげえなみたいな感じで、も本当電話すんのって言うから、あ大丈夫っつって、で当時携帯なかったって話したんで、やっぱあの公衆電話だったんです。であごめんっつって、もうお金ないやっつったら、いいよいいよっつって、テレホンカードがあればみたいな話なんだ。当時テレホンカードがすごい貴重だったんですよ。でそしたらやったら、いいよっつって、俺が100円出すよみたいな感じで、だから公衆電話に100円玉を入れる人が自分にとってすごいなんか人だと思ってたんで、こいつはすげえだと思ったんですよ。で間違えるなよ、電話番号間違えるなよみたいな感じで電話して、そしたら何て言うみたいな形で、なんかすごくこう
グダグダしてるやり取りがちょっとうざかったんですよ。でか俺に任せて大丈夫だからって言って、で父親と母親から授かったスキルがあるのでその辺は大丈夫なんですよ。テルルテルルって出まして、はい、あの理恵でございますって言うから、あこんばんはっつって、こんばんはみたいな、あトッピと申しますかみたいな、夜分遅くにすみませんって言って、はいはいって言って、えお嬢様いらっしゃいますかみたいな、まあ、ちょっとやっぱ日本語が変なんですよね。ご息女いらっしゃいますかとか、普通にリエさんいらっしゃいますかって言えばよかったんですけど、やっぱちょっとその辺があの若さが出てたんです。たら向こうのお母さんが笑ってて、あのお嬢様なら2人いらっしゃいますけどみたいなこと言ったら、トッピ君ってあれでしょみたいな、1年1組の子でしょっていうか、ああそうですみたいな、そうですみたいな、ああってみたいな、でちょっと雑談してるんです、確かお母さんと喋っててねえみたいな形で、ねいつもありがとうねとか、あのリエと仲良くしてくれてねみたいな、いやこちらこそですみたいな、で結構お母さんいい感じだったんです。でじゃちょっと待ってピッて、あもしもしみたいな、リエさんが電話出てきてた、ちょっと声がちっちゃかった、だから突然ごめんね電話しちゃってみたいな、うんどうしたのっていうか、プリントって言われた、ああそうじゃないんだって言って、今さつって日中の前の校門のとこにいるんだけどみたいな、ちょっと話がしたいから来てくれたら嬉しいなみたいな、確かそんな感じだと思うんですよ。そしたら来てくれたんですよ。優しいですよね、急な呼び出しみたいな、ちょっと告白を匂わせるような呼び出し方だったんです。だとことことこと来てくれたんですよ。リエさん無症状でなんかすごい一生懸命走る、ちょっと大そういう大仏的な、なんかちょっとそういうちょっと恐怖心がある方だったんですけど、まあ、あ危ないよみたいな形で、ゆっくりでいいよみたいな、ありがとうみたいな、ごめんねみたいな形で、母親のスキル全開で普通に喋ってたんです。なんか普通に喋れたんですよね。あそうだったんだみたいな、何やってたのっつうか、今日ゲームセンター行ってたんだみたいな話して、ダメだよ勉強しなくちゃみたいな話してたんですよ。だから結構なんかいい感じだったんですよ、今思えばなんですけど、これ何回か繰り返してればよかったなって今では思うんですけど、そしたらその先輩ですよ、パイセンがなんか咳払いとかし始めるんですよ。みたいな、でうるせえなこいつと思って、結構いい感じじゃないとか思って、まあいっかみたいな形で、で今日ごめんね、急にガラッと話題が変わるわけですよ、急にごめんねって呼び出しちゃって、向こうもちょっと構えてるんですよ、当たり前ですよ、そんな急に言われたら困りますよ、てかすごい好きなんだって言って、よかったら付き合ってくださいってはっきり伝えたんですよ。そしたら私トッピ君のことは好きなんだけどみたいな、ただちょっとごめんねって、少し時間を取ってもいいって真剣に考えたいから、お互い言ってみたかったセリフの1番2番を言ってみたみたいな、なんかそんなシチュエーションだったんですよ。その時にパイセンも付き合ってくださいとか言って言ったら、なんか映画のワンシーンのようにそそくさとなんかどいてったんですよ。でなんかそれがちょっとムカついたんですよ。そういうのいらねえからみたいな感じで思うんだ。で、あ、そうなんだ、バーって言って、ありがとうって送ってくみたいな話になったら、あ、大丈夫だよ、近くなんだみたいな、あそこの家みたいな、今度遊び来てね、バイバイみたいな感じで終わったんですよ。そしたら、あ、いなくなったみたいな感じで、パイセンが、お前すげえなみたいな話になって、何がみたいな。おい、すげえ、ほんとすげえ、お前喋れんじゃんみたいな話になって。みたいな話になって、まあ、あんま喋ってくれる人いないからねみたいな話になって、まあいい、まあいいやって、でそのパイセンが今度ソフトボール部の人に告白するみたいな話したら、なんか電話ボックスの中に2人入って、いやいいよって言ってんだけど2人入って、電話で呼び出すからみたいな、そしたら普通になんか雑談して終わってるんですよ。なんだよこいつと思いながら、そしたらほんとごめんみたいな、ほんと告白できてすまんかったみたいな感じになって、2000円やるから勘弁してくれみたいな、多分そんな話だったんですよ。確かそんな感じだと思ったんですよね。てから、あ、全然いいよって言って、でなんか結構いけそうじゃねみたいな話になって、で明くる日学校に普通に行ったら、あ、ものすごいその広まるんですよ、やっぱり。なんていうの、思春期だから。そしたらなんか告白してんじゃねえよみたいな、下がってんじゃねえよてめえはみたいな、バカチンガーみたいな、で罵声も飛んでくるし、お前すげえなみたいな、つうか誰だよお前みたいなやつも話しかけてくれるし、なんかちょっとした一躍有名人になったんですよ。で結果的にはダメだったんです、振られてしまったんですよ。ただリエさんが言うにはオッケーだったみたいな感じだったんです。でもいじめられに遭ってたので、その時の突飛が嫌いな人たちが
絶対やめた方がいいよっていう熱烈なラブコールをリエさんにずっと言ってたもんなんで、その話がやっぱり流れてしまって、まあそんなもんだなと思ったんですよ。でもなんかあ、これ母親から教わったことなんですけども、思いを伝えることは大事だし、その結果にで相手のことを嫌いになったりだとか恨んではいけないよっていう、まあそうだなと思って、まあプリント化してくれたしなとか思いながら、で汗パーってついて、で隣同士になる、ちょっと席が離れてるんですよ。なんか数センチ数ミリずれたこの席の移動だけでも結構こう分かるな、これはこう同じ、分かる、こういうの分かるで、男性の人分かると思うんだけど、そう、なんかそれがなんかすっごい遠く感じちゃうのよ、もう。まあいいやと思って。だからごめんね、みたいな形で。なんか気遣わしちゃってね、みたいな。ありがとね、答え出してくれてね、みたいな話をしたら、またどん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 こう席がまたこう、なんていうの、こう近くなるみたいな。で、またそのいじめれっ子たちが席を離すみたいな、まあそんなシチュエーションだったんですよ。まあそれが拍車にかかれとか、したりして、まあ、2年3年までですね、非常にこう苦しい学校生活を迎えてたんですよ。なんていうの、スティールセルボルじゃない、ストーンオーシャンにジョジョの6部で出てくるビザエルだよね、アンダーカバーじゃないよ、アンダーアーマーでもアンダーカバーでもなくて、アンダーワールドのスタンド能力を使う人がすごい結構好きなんですけど、あれぐらいなんかこう幸せになりたいと思ってどういう頑張ってたのに、もうまっすぐ歩けないぐらい心がズタズタになってる時があって、でまあいいやとか思って、もうどうしようもねえからいいやと思って、もうある意味ちょっとそのなんていうの、もうそういう風な状態だったんで、サッカー部に入ってたんですよ私が。で、3年生になって、まず3年生になったんですけども、サッカー部ちょっとまだやってて、で隣がソフトボール部だったんですよ。で、奢ってくれた先輩もいなくなったし、もういろいろなもうものがない状態の中で、でその部活の時ってなんかこうなんていうの、こう明確な決まりはないんですけど、こっからここまでがサッカー部、こっからここまでがソフトボール部みたいな、ここの木がそのなんていうの、境目だからみたいなのがあって、でみんなやっぱりこうピュアだから、なんていうの、その境目、境界線はの近くってやっぱ嫌がるんですよ。どうしようもないいたずらですけど、そのわざとソフトボール部の方に自分のカバンを置くみたいな、なんかそういうちょっとしたなんていうの、まあちっちゃい嫌がらせですよね。なんていうのもあって、ちょっと子供っぽいなとか思ったりとかして、でいつもその境界線ラインっていうのが、天井間際ですよね、そこが空いてたんで、まあ、そこに置いといたんですよ。そしたらソフトボール部のキャプテンのよしこさんっていう方、キャプテンの方ですよ、キャプテンの方がじーっと見てるんですよ。であれどうしたのかなみたいな、あ、なんかまた線またいじゃってたのかなみたいな、あ、ごめんねって線またいでたっていうから、あ、違う違うって言って、なんか見てたんですよ。どうしたのって言ったら、あ、ごめんねって言うから、金ホルダーがあったんですよ。修学旅行に行って、どこだな、ケゴのだ、あ、栃木か、栃木だよね、そうそうそう、行った時に金ホルダーがあったんです。で家の鍵と自転車の鍵、自転車通学なんで自転車の鍵をこうやって、あ、結構大きいねみたいな形、あ、そう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 みたいな、結構いつもなくすさみたいな話してて、だから大きい方がいいかなと思って俺買ったのって言って、修学旅行の栃木で買ったキーホルダーの話してるんですよ。もうこう言ってんの、もうなんていうの、名探偵コナンで言ったらもう蘭姉ちゃんですよ。蘭姉ちゃんと何か学生のなんかこう位が一番低いようなトッピさんが喋ってるんですよ。だへーみたいな形になってて、これ今なんかもう結構いたずらされで、もうなんかこういろんなね、ひどい言葉が書かれてるけど、本当にかっこよかったんだよつって、なんかこうラメが入っててキラキラしてる、まあよくあるなんていうの、お土産ショップである安いやつですよ。竜と虎が書いてあるんですよ。でかっけえこれとか思って、ラメもキラキラしててかっけえ、元だこれかっこよくねっつったら、やべえ超かっけえみたいな
形で結構いい値段したんですよ。700、800円してそれを買って、めちゃめちゃディスられてたんですよ。で結構汚い言葉遣いみたいなもそこに書かれたりとかして、だからそんな話をしてたんですよ。みたいな、もうかっこいいみたいな話してて、まあいいやと思って、あじゃあないっつってバッて言って、でそしたらまた今度モテないグループの人たちが、やっぱ何喋ってんだよみたいな話になって、話してるんですよ。でまあどうでもいいやみたいな、こいつはどうでもいいやみたいな思って、でまた次の日サッカー部行って、でまたその境界線ラインのところに荷物置いたんです。そしたらキャプテンの方がいて、今度大勢の方がいたんですよ。で、あのなんだろう、他のサッカー部じゃない、ソフトボール部の部員の人もいて、で、トピサーみたいな話になって、あ、はいみたいな感じで、どうしたの今日は大勢でみたいな、昨日ありがとうねみたいな、キーホルダーの話してくれてありがとうねみたいな、なんだなんだみたいな、新手のいじめかみたいな、新しいいじめが始まるのかみたいな、もう卒業だなとか思いながらも、そしたらあのそこに別のソフトボール部の全然ちょっと関係ない子が一人いたんですよ。村田さんって方なんですけど、で村田さんがちょっとあの心配そうな眼差しをしてるんですよ。でも何か やったかなと思って、何もやってない何もやってないみたいな。違う違う、1年生の時の話に戻るんだけどって言って、ちょっとこっからがすいません、あの過去の話になっちゃうんですけど、あの一時そうやって一番最初に告白をしたのが私だったんですよ。山梨県のとある中学校の時に一番初めにその学年で告白したのが自分だったんで、ちょっとしたそのトッピゲームみたいな、まあちょっと申し訳ないですけどつまらない罰ゲームみたいな、なんかそういうのが流行った時期があったんです。みんなそういうことしたいんだけどできない人たちだと思ってくれれば分かりやすいと思うんですけど、そういうのが流行ってて、でなんかその学校の行事、普段はあの女子と男子と喋れないんだけど、何々委員会にやってなんかポスターを貼りましょうみたいな、美化強化月間なんでそういうポスター書いてくれる人募集中みたいな、なんかそんなあのなんていうのクラブ活動みたいなのがあって、でそれに残れる人は残ってくださいねみたいな、であのゲームセンターに行くっていう忙しいちょっと日課があったもんで、あのバックレしてたんですけど、あのなんかそう手伝うことになった時があったんですよ。そしたらなんかこう普段全く喋れないような人たちが男女ともにその空間だけは下の名前で呼び合って仲良く喋るみたいな、ちょっとうまく説明できないんですけど、そういう時ってあったと思うんですよ。でそういうのがみんなやってて、なんかそれがちょっと流行ってたみたいなのがあったと思うんです。みんなでこうやって、その時にあのじゃあ好きな人を言い当てる、なんか言ってこうみたいな話になったんですよ。そしたらあのなんていうの、聞き役の女の人がその村田さんっていう女性の方だったんだよ。そしたらあのトッピ君の好きな人を教えてみたいな、何々の好きな人を教えてみたいな、で名前で言うのは恥ずかしいからあそこにある出席番号で番号を言って教えてみたいな話になったんだよ。で私がその相手の女の人にうまく聞くから、それでお互いが両思いだったらマッチングして成功みたいな、なんかそんなアナログ的なマッチングアプリみたいなのがあったんですよ。で、あ、そうなんだと思って、じゃあトッピ君の好きな人私に教えてって言われたんです。でもあのリエさんに告白したばっかりっていうのはみんな知ってるし、みんなそういうので火がついてるのは分かってたんですよ。だから別に俺はよくねみたいな話だったんですよ。でも一応教えてみたいな形だったんですよ。で母親のスキルが全開なんで、あのそういう風な時ってなんていうの人の女性の名前を出すのは失礼だっていう教え方だったんで、あなた、私が好きなのはあなたですよって本当は言わなくちゃいけなかったんですけども、それだとちょっと安っぽいなと思ったんで、出席番号忘れちゃったんで名前言うんですけど、リエさんとあなたが好きですよって伝えたんですよ。リエと村田さんのあなたが好きですよって、
そろそろ耳元で伝えたんですよ。気持ち悪くて申し訳ない。そしたらちょっと一瞬世界が止まるんです。ザ・ワールドが発動したんですよ。まあそんなことがあったりとかして、2人いるんだけど決めれないんだよねみたいな話になって、でそれがまたバーって火がついて、またさらにいじめがヒートアップしてみたいな、まあそりゃそうですよって思いながら、でその風な話が覚えててくれて、キャプテンが、であの時言ったの覚えてる、嘘じゃないよねって言うから、あ嘘じゃないよ、トッピーゲームの罰ゲームじゃないよねって言うから、全然違うよ、主催してねえしみたいな話になって、そしたらあの実はあのこの子がねみたいな、ちょっとトッピ君いいかもと思ってるんだけどみたいな、えっと思ったんですよ。これ始まるかと思って、もう頭の中ではもう完全にあれですよ、なんかもう音楽鳴り響いてますよ、ファンファーレ、もうファンファーレっていうか、もうなんていうの、もうなんかもうなんかドラマのいいところで流れる主題歌みたいな、来たなこれと思ったんですよ。さんざん俺のことをバカにしたやつはざまみろと思って、ここは絶対逃がさんと思って、でそこであのそのことをその自分が喋ればいいんですけど、なんかそのちょっと恥ずかしいから、キャプテンである私が間に入ってあの会話をするみたいな、なんていうのなんかわかんないけど、お互いがまだ喋れないんですよ。でも私をこう通じて喋れるみたいな形で、一日その使徒伝言みたいな形の伝言ダイヤルみたいな形でやったことないけどね。だからそのキャプテンの方に伝えてその伝言を受け取るみたいな、なんかそんな やり取りだったんですよね。そういうのがあって、であの私はソフトボールのキャプテンもやってます、だからあなたに被害が、確かになみたいな、この人別に悪いこと何もやってないもんなみたいな形で言ってて、あそれは信頼してるよって言って、ありがとう、じゃあそんな感じでみたいな、ソフトボールの方と仲良くなれば、あの他のところでまた自分がヒートアップするみたいな、でもそれを差し引いてもこれは行くべきチャンスだと思って、なんかそんなのが一日続いてったんですよ。ね、30分超えちゃったんで、ちょっと前編はこの辺にさせていただいて、後編もう少し盛り上がれるようにちょっと頑張って、また入れ墨の話のオチも考えられるようにしてありますので、もしよければまた明日ですね、金曜日後編も楽しんでいただけたらと思います。ちょっとねうまく喋れなくてごめんなさい、ではまた明日ですねお目にかかりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。